あ、模型の表現としての写真っていうのは絶対これからの時代につながってくると、ね、まだまだ釧路で三宅模型本当の専門店っていうのは生き残れるぞと、親父俺戻ってくるから一緒にやろうということで20年前に戻ってまいりました。今の子たち一直線なので、その、ね、横のつながりをなかなか、ね、作ることができない。それを体験させてやることが今の大人がやってあげることじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ありましたので、これより、街中店舗コラボ企画、第4弾になります。三宅模型代表取締役社長、三宅和之様によります、講演、模型作りのお話を、開催をさせていただきます。はい、こんにちは。三宅模型の、代表取締役社長、三宅和明と申します。ね、今日はね、これからなんか大雪ということで、そんな中皆さん足を運んでいただき誠にありがとうございます。ものすごい緊張してますYouTube とやってはいるんですけれども、ね、なかなかこう掛け合いで、ね、相方とこう喋るのと、一人でこう、ね、壇上に立って皆さんとお話しする、皆さんに、ね、この、ね、貴重な1時間の間に何をお伝えできるかって考えると、ね、もうすごい緊張して緊張してっていうところなんですけれども、はい、自分は、ね、YouTube の時もいつも言ってるんですけど、3代目、はい、自分で、3代目の社長、店主という形でね、やっておりまして、私の祖父が北大通りで商売を始めました。まずね、ちょっとね、自己紹介も兼ねまして、うちのお店のね、お話からしていこうかなというふうに思うんですけれども、今現在駅前でお店をやっておりまして、まあ、うちのお店で見かけた方も結構いらっしゃるので、今の場所分かっていただけてるかなとは思うんですが、20年ほど前に今の場所に移ってまいりました。はい、それでもともとはね、金一館のところで、商売をやらせてもらってて、今の店舗の向かい側になりますね。さらに前になりますと、南大通りからうちの店はスタートしております。私の祖父が南大通りで店舗を開いた形ですね。うちのじいさんが店を開いたのが、まあ、戦後になるんですけれども、戦前まではですね、うちは染め物屋をやっておりまして、はい、私のひいじいさんですね、ひいじいさんが染め物屋をやっておりまして、お店の紹介をね、ちょっとやるのにスライドを用意してたんですが、まあ、先にね、僕の紹介からしてしまおうかな、はい、私釧路出身で、ね、もちろん高校まで釧路にいました、はい、でその後に札幌でね、写真の専門学校に親に行かせてもらいまして、でしばらく、30になるまで札幌でカメラマンをやっておりました。まあ、カメラマンといってもね、ちょっと特殊なカメラマンで、料理などをこうスタジオの中で撮影する、外に出て撮る写真じゃなくて中にこもってやる写真を、しばらくやってたのかな、はい、でその後にね、まあ、いろいろありまして、こう販売店さんの、キャノンさんに雇われて販売店さんに対しての講師、写真講師をやったりとか、はい、そういうのをずっとやってる時期が長くて、はい、でその時にね、そうですね、うちの親父がいくつぐらいの時かな、まあ、僕がもう札幌でカメラマンとして独り立ちしてたので、まあ、親父の方もね、まあ、お店をね、ある程度畳むことも視野に入れて、まあ、バブルも弾けてましたし、畳むことも視野に入れてこれから先営業していかないとならないなみたいなようなことをね、ちらっと言ったことがあって、でそれがね、すごくやっぱり寂しかったのと、うん、それと、まあ、かといってね、僕は札幌で別な仕事をやってるわけですから、今日それをしながら、その写真講師でいろんな専門店と呼ばれるね、大きい店舗、量販店さんなんですけれどもね、まあ、家電量販店さんで結構扱ってるとこあるじゃ、カメラ扱ってるとこあるじゃないですか、そういうところとかに行って教育担当みたいな感じでずっとやってたんで、やっぱりその専門店っていうのはまだまだ可能性があるし、絶対この先も生き残っていけるっていう思いがすごく強くて、でしかも自分はそのスタジオに入って写真を撮るっていうことをね、ずっとやってましたので、当時、
自前のホームページとかはある程度一段落ついてたのかな。それでブログがすごい流行りだしてきた時代、その時にやっぱり模型っていうもの、ね、模型っていうもの立体物ですから、それをネットとかで発信しようと思うとやっぱり写真に撮ってあげるじゃないですか。これ絶対あれだよね、インターネットと接続するためには写真っていうものが必要になるよね。それは僕の技術で写真と模型、模型とこれからの先のね、写真っていうのは、模型の表現としての写真っていうのは絶対これからの時代につながってくると。でそれでね、私はやっぱりそこで、ね、自分の技術を生かしてやっぱりその専門店っていうものを、ね、まだまだ釧路で三宅模型本当の専門店っていうのは生き残れるぞと、親父俺戻ってくるから一緒にやろうということで20年前に戻ってまいりました。はい、これが今日のポスター、はい、図書館さんに作っていただきました。すごい素敵なポスター、はい、もうね、出来上がってきた時ね、おお、なかなか面白い、すごいポップな感じでね、はい、これは、はい、僕の提供した素材ですごい綺麗に作ってくれて、いやーいいなーと思って見てました。はい、でね、今日は、最初、高沼館長の方からも紹介いただきましたが、街中コラボ企画の第4弾ということでね、私ね、心よく引き受けてくれましたと高沼館長言ってくれましたが、なかなかね、いろんなところからの圧力で僕緊張するよって言いながらこう引き受けた感じなんですけれどもまあ今日ね、本当皆さんにね聞いてもらえるっていうのはね、ちょっとなこの1時間でね、いろんなことをお伝えしたいなというふうに思っております。でね、今ちょっと自分の、戻ってくるまでのお話をざっとしましたが、はい、で現在の店舗、はい、駅前から駅ね、線にしてね、左側のところにね、立っております。もともとは縄製菓店さんっていうね、お花屋さんだった建物なんですよ。で20年前にもともとあった金一館のところに今のルートインさんが立つということで、それでそこから避けて、くださいという形でね、もちろん郊外に駐車場を持ってとかいろんなことも考えました。いろんなことも考えたけど、駐車場もないけどやっぱり駅前でやりたいと、これはね、いろいろ本当に結構親父とね、移る場所はいろいろ話したけど、この駅前でやっぱりやる形にねしましたね。で なぜそこまでの思い入れもあるかっていうのは、最後の方にはお話ししようとは思うんですけれども、でうちのお店一番最初はこの三宅染物店って1924年の写真なんですけれどもね、これは真砂町、今の、南踊りにね、で染め物屋さんをやっておりました。これが、うちの一番、右側にいるのがうちのひいじいさんですね、トールさんで、その2人いる子供の大きい方がうちのじいちゃんになりますね。はい、で元々は染め物屋で始まって、なんで染め物屋、うち栃木から移ってきたんですけれども、その栃木県のこのひいじいさんのお父さんだから、ひいじいさんは、三宅冷蔵という方なんですが、その人が向こうの方でね、お医者さんやりながら蚕の養殖の研究をされてて、それこそその時に書いた本とかはね、国立図書館とかに三宅冷蔵の名前で入っているんですけれども、そういうのをやられてた方だったので、それでね、記事だったりなんだったりっていうのに、なんかあったのかなっていうふうに、直接僕はお話したことがないのであれですけど思っております。でそこで、染め物とあとバグも結構やってたという話で聞いておりました。でその後に、戦争ありまして、であこれがうちのじいさんですね、三宅一馬さんと言います。はい、でこれは戦争に行く前の写真だからちょっと若いの引っ張りすぎましたね。はい、でこの後に戦争に行って戻ってきた後に、南大通り、同じく南大通りで、三宅模型を始めます。一番最初は三宅商店という名前で、はい、お店を始めまして、でその2年後、1952年に三宅模型始めたんですけれども、三宅商店で1952年に始めて、1954年に駅前に出てきました。はい、でこれが一番最初のお店ですね。まだね、電話番号が4桁2269、ね、その時で、はい、真ん中にいるのがうちのじいさんですね。
で、この時は駅前のちょうど金一館があった場所になるんですけれども、長屋がありまして、そこで商売をしてた感じですね。もうね、この時から、ね、上のところに宇宙旅行の店とかね、そういう形で書いてて、すごくわーって自分的には思いますね。で、これのこのお店をやってた時にはまだなんだろう、まだですね、ゴム動力の飛行機であったりとか、それから学校教材であったりとかがほとんどで、ちょうど56年ぐらいからプラモデルが登場し始めるはずです。はい。で、これが56年、はい、の写真ですね。この時ちょっとこれにはプラモデルは写ってないんですけれども、この時にはまあ電話番号もすでに5桁になっていて、まあ、学校教材等やってたので、かなり配達に力を入れてお店やってた時代ですね。で、まあ、じさんとばあさんが写ってて、学生帽かぶってるのがうちの親父ですね。はい。で、その後1964年釧路デパート、はい、今はねもう取り壊してしまって別なものが建ってますが、ここがね、あと1964年にオープンで11月、でこの時のオープンの時から釧路デパート入りまして、しばらく中で2店舗体制でやらせていただきました。駅前とね、当時はやっぱり釧路活気ありましたから、これ店舗内なんですけれども、まあ結構ね、いろんな子どもたちもいっぱいいて、はい。で、1977年まで釧路デパート内でやってた感じですね。ちょうど望月スポーツさんとかが出た後あたりにうちが出たんじゃなかったかなっていうふうに自分は記憶しております。今見るとね、結構箱とかでも、まあ、模型好きの人だったら食いつくようなものとかがいろいろと並んでるんじゃないかなと思いますね。はい。で、その後これがうちの親父ですね、三宅俊正。はい。親父は結構長かったんじゃないかな、何年、うちのじいさん自体はもう50代で引退してしまいましたので、そこからずっと親父がやってる状態ですね。はい。で、1973年の、3月に金一館ビル立ちまして、そこの中に、まあ、入り口を別として駅前の店舗を打ち構えさせてもらいまして、はい。で、ここからが、まあね、皆さんの記憶の中にある、まあ、三宅模型じゃないかなっていうふうに思いますね。はい。で、それが、1988年に店舗改装。この時ね、なんだっけな、北大通りシンボルロードっていう確か企画があったと思います。それで、北大通りの無中華であったりとか、それから各店舗いろいろと、ね、切り替えていったりっていうのが、この時期に集中してるはずですね。その時にうちも一緒にやったような形になりますね。で、この店舗になってから、これは1988年か、うん、で、また何年か商売やらせてもらいまして、で、2005年まで、で2005年に今の店舗に移ってきた感じですね。はい。お、ね、さっき先にちょっとね、紙も見ずに自己紹介してしまったんですけれども、私が、まあ、1948年生まれ、はい、今、50歳でございます。はい。日清東中北洋という形で、行きまして、で写真の専門学校出て、その後に、まあね、カメラ屋さんであったりとか、そういうところ、写真のスタジオちょっと点々とした後に戻ってくる感じになります。で、まあ、戻ってきた理由っていうのが、先ほどもね言ったように、専門店っていうものでね、専門店は違うんだぞっていう、なんだろう、やっぱり親父の背中見て育ってたからなおさらなんでしょうけど、やっぱり専門店にプライドがありましたね。うん。本当にその店主が誰よりも商品とちゃんと向き合ってる、うん、それがやっぱり僕はね、自分の親父を見ててもすげえなって思ってたし、自分もそうありたいっていうふうに今でも思ってますし、はい、そういうような形でやっておりました。でね、まあ、あと今なんかいろいろね、あ、釧路、これちょっと古いの載せちゃったな模型展、釧路、模型展示会の実行委員会のね、今代表からちょっとおりまして、ごめんなさい代表じゃないですね。はい。だね、それこそ、釧路模型展示はね、ここの場所を使ってやらせていただいてた大きいイベントになりますので、また復活したいなというふうには思ってますけどね。それ以外にもね、まあ、JAXA の、リーダーやらせていただいてたりとか、あとガンプラマイスターやってたりとか、他にもね、まあ、大人の事情さんにもね、ちょっと所属させてもらってたりとか、いろいろとやっております。
で、あと、まあ、受賞歴、戻ってきてね、2009年、11年、14年といろいろちょっとコンテストにね、いろいろ物出してみたいなって思った時期がありまして、そのあたりにはちょこちょこと模型のコンテストで、まあ、賞をいただいたりとか、そういうのもしておりました。うん、でこれが一番最初にバンダイさんの方でね、あの最優秀賞をいただきました、あられちゃんの模型ですね。今日後ろの方にね、あのドラゴンの模型は飾ってあるんですけれども、はい、これはあられちゃんの方で最優秀賞という形で、まあ、あのこれ部門別でね、その他キャラクタープラモデル部門っていうところでね、あのもらって、はい、うん、それでその次が、翌々年か、同じくプロショップ杯ってやつの、これはマイスターコースっていうことでね、マイスターに任命された人じゃないとちょっと出せないコンテストだったんですけれども、そこでも最優秀賞いただきました。でその後に、ことぶき屋さんの、2014年の、コンテストでカラーリング部門で優秀賞という形でね、こんなのもやってます。でね、今ここにこうパッと出してますけれども、この出すことがやっぱり写真とのつながりなんですよ。これがね、携帯でパッと撮った写真とはちょっと違うよっていうことね。はい、それでやっぱりいろんなものを、そのお客様にのコンテストの写真のアドバイスをしたりとか、そういうのでやってましたね。で実際それ以外にもね、実は写真のことをいろいろやっておりまして、今でもやってるんですけど、もともと本当にスタジオにこもって料理を撮るのが専門だったもので、今でもこういう料理の写真はいを、撮ってます、はい、これ結構最近撮ったもんですよこんな写真を、はい、も撮影しております。やっぱ物を見るっていうかね、まあ、ちょっと後の方で説明しようとは思うんですけれども、その写真も模型も実はこうつながるところがあって、ね、物の相違をどう感じていくかっていうところがあるんですよね。はい、では早速ちょっとね、本題というかプラモデル作りの魅力ということでね、今日はね、図書館さんの方からもね、皆さんにぜひプラモデルの魅力を伝えてくださいというふうに、はい、おっしゃってもらってますので、私の方がで感じる、ね、魅力っていうのをね、ちょっと紹介していこうかと思います。まずね、手軽で始めやすい趣味と、うん、初心者にも親しみやすい、ね、プラモデルはさまざまな難易度や種類があり、初心者から上級者まで楽しむことができる、はい、まあ、いろんな趣味ありますけれども、まあ、プラモデルもね、趣味ですから、凝っていこうと思ったらどこまででも凝っていくことはできます。ただね、本当に何て言うんだろう、例えば、木材とかそういうのを買ってきて、いきなり本棚を作りたいって思ってもなかなか難しいじゃないですか。今日プラモデルって箱に入ってるものだけで出来上がるんですよね。それとあと必要なのって、まあそうだな、切る道具と、それと接着する道具ぐらいですか。それだけでいけるので、意外と入り口は簡単、その箱だけ買ってくれば大丈夫で、中に使うものもちゃんと全部書いてあるし、趣味としてはね、非常に面白いと思います。でそこからね、またね、凝るんだったらもういろんなことはできますし、はい、で、ね、手頃な価格帯、うん、これに関してはね、ちょっとまあ昨今ね、ちょっと値上げとかも激しいので、どこまでが手頃かっていうところはあるかもしれませんが、今日どっちにしてもね、そのかなりあのお値段を抑えたものから高いものまで選ぶことができる、自分のね好きなものとか、それもね店頭とかで実際に物見て選べますので、うん、ああなんかこれぐらいの予算でできる予定だったのに、どんどんこんなになっちゃったとかっていうことはね、最初買う時点ではそうないんじゃないかなと思います。ちなみにね、今後ろに飾ってあるあのスターウォーズの模型があるんですけど、はい、あれ1個600円ぐらいしかしないです、はい、それでもね、かっちり作ればかなりいい出来になるのがプラモデルじゃないかなっていうふうに思います。はい、でここからがね、はい、想像力とアートの表現、自分だけの作品作り、プラモデルはパーツを組み立てるだけではなく、カスタマイズやペイントなど自分のアイデアを具現化できると。プラモデルっていうのはね、もうそれだけで終わらせ、まあ、趣味ですからどこまでやってもいいので、それだけで終わらせてもいいし、色を塗ってね、いろんなことをやってみてもいいしね、ちょっと自分で形を変えてみたりとかね、そういうのでもいいし、
もう本当に10人が同じプラモデルを作ったとしても完成するものは10人全部バラバラです、はい、それってね、例えばコレクションのものにしても自分で作った世界にそれしかないコレクションが出来上がるんですよ。これはねすごく面白いんじゃないかなっていうふうに思いますね。あとねその次、はい、アートとしての表現、まあ、これはねそこからさらに進んだところですね。塗装やデカール、ジオラマ表現など美的センスを発揮できると、自分なりのオリジナリティをねどんどん本当にたくさん入れてきます。完成したプラモデルはまさに一つのアート作品とね。今先ほども言いましたけど、後ろに飾ってある作品は去年やった二人展というね、私と久村さんという方でやった、で今日久村さんも来ていただいてるんですが、作品展に飾ったものなんですけれども、その、ね、一緒に二人展やらせていただいた相方の久村さんはジオラマ表現っていうのでね、本当にアート作品作って素晴らしい作品たくさん並べてました、はい、なのでねやっぱりそういうどこまでいろんなことをできるか、いくらでもできるよっていうのはやっぱり趣味の面白いところですね。で3、技術の向上と、知識の拡充と、模型制作技術の向上と、プラモデルの制作には工具や技術が必要であり、これらを身につけることができる、はい、ここのところはね本当に模型って、まあ、切る、ね、削る、いろんなことやります。あと測るね、本当にでこれって実生活にかなり使えるんですよ。今ね例えば家でねカッターとかドライバーがお家にないっていうところもあるんじゃないかなっていうふうには思いますね。模型やってたらまあ絶対工具箱には入ってますよね。僕もね小さい時とかに模型屋ですけれども、小さい時とかね例えば椅子が壊れましたって言ったらね、うちのじいちゃんがねどっかから分かんないけどこうなんか変な木のコッパとねノコギリとねそれとね金槌と持ってきて、それでこう椅子をねギシギシ言わないようにちょっと間にかしめ打って直したりとか、そういうようなのはね日常として見てたんですよ。ただ今の時代は結構椅子が壊れましたって買い直した方が早いじゃないですか。自分で直すよりもだいたいパッと捨てて次買い直しちゃう。そうなるとその子どもたちもねそういうのに触れる機会っていうのはねどんどんなくなるわけ でそうするとやっぱりなかなかそういう技術であったり何だったりっていうのは後の世界に何をどうしていいか分かんなくなっちゃう。なかなかこう継いでいけないっていうのがね現状起きてるんじゃないかなと。でそういう部分でいくとやっぱりプラモデルを触ってるだけでね、今後その、まあ、子どもたちだけじゃなくて自分もそうですね、自分も何かが起きた時にあれあの時にやったこの工作って今この現状で使えるんじゃないかとか、そういうようなね思いつきっていうのはプラモデルからでも得られるんじゃないかなと。すごくね実生活に役立つ、技術が盛りだくさんのプラモデルでございます。あとね歴史や科学に触れるプラモデルには歴史や科学に関するものも多く、作りながら知識を深めることができる、はい、そうプラモデルを作るときって本当になんていうのかな、そのものをやっぱり思い浮かべながら作るじゃないですか、本物を、それでその時にねやっぱりそれこそ図書館さんに来てねこういろいろと書籍を調べたりとか、その知ってる人とかねそれに詳しい人にちょっとお話を聞いてみたりとか、はい、まあ、もちろんねネットでいろいろ調べてググってみたりとか、そういうのも含めて、自分のなんて言うんだろうな寄り道をいろんな寄り道しながらこう作っていく、それが楽しいんですよね。一個作り終えた後にはもうそれのプロフェッショナルになってるんじゃないかっていうぐらいのね知識が頭に入ってくる。実際に手にね物がある状態でやってますからなおさら、はい、そこはねすごい楽しいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で例えば今後ろの方、またちょっとねごめんなさい、パネルがね後ろの方にあるんで後ろのって言っちゃうんですけれども、紅の豚の飛行機のね模型を後ろに今飾ってあるんですけど、あれもねあの模型を作るときにやっぱりそこそこ調べるわけですよ。そうすると宮崎駿監督っていうね監督が作ったアニメのねものなんですけれども、途中で一回飛行機壊れて直してるんですよね。その直した時にどこ直したんだろう、どういうふうな違いがあるんだろうとか、
そういうのとかもこう調べていくと、あ、飛行機って、ね、あの劇中でも途中壊れた後にフィオっていう女の子が直した後にね、すごい性能が良くなったっていう表現があるんですけども、ここをこういう風に直したから良くなったんだ、性能が良くなったんだ、へえ、翼断面ってこういう風にすると空気抵抗違ってくるんだ、後退翼ってこうなんだっていう、ちょっとマニアックなことも含めてそういうのを調べて作っていくのがまたね、これ楽しいんです。はい、はい、で、ここからはコミュニティと共有の楽しみ、ここはね結構ね近年だから出てきたところですね。趣味を共有する仲間、まあ昔もね、サークルとかはある一定数はあったとは思うんですが、今はねオンラインネット上でねいろいろつながることができる、 SNS とかを通じてね、うん、同じ趣味を共有できる。昔は机の上で自分だけで作って楽しむ趣味だったものが、今は先ほども言ったように写真とかをねこうハブに入れることによって、どんどんとね世界に広がりを持たせて、それでいろんな人と共有できる、同じものを作ってる人と共有できる、同じ趣味を持ってる人と共有できる、そういうところではこの趣味っていうのはすごい面白いんじゃないかなと思いますね。あと展示やコンテストの参加ね、ここでやらせてもらったあの釧路模型展示会の時もそうですけれども、あの時もね300個以上のプラモデルがここに飾られて、ね、2日間で1200人以上の方に見ていただいた。その中でねやっぱりね作者の人とかもね、来た人とお話をしたり交流をしたり、その時に自分が気になった模型を作った人が近くにいたらそれをねお話ししたりとか、そういうような形でね、あの模型趣味っていうのがどんどん熱くなるんじゃないかなというふうに思います。であとね、まあ、ストレスの発散と心の安らぎ手仕事の心地よさ、まあ、この辺はね、まあ、皆さん人によるのかなとは思うんですけれども、ただ実際に手を動かしていろんなことをやるっていうのは本当にそれに集中してね、いろんなことも忘れ、嫌なことも忘れて没頭できますしね、うん、それからまあ指を動かせばねボケ防止にもなりますし、はい、そういうような形でね結構本当にそのなんて言うんだろうな、自分の好きなことに集中できる時間っていうのは、うん、すごく大切じゃないかな。それにねプラモデルっていうのがあれば僕はいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。どうしてもね人間っていうのはね神様から与えられてる時間っていうのは1日24時間って決まってますから、はい、その中でね、その時間の中で何をやるか、確かにプラモデルっていうのは結構大きな時間を使わなきゃならない趣味ではあるとは思うんですけれども、うん、自分で時間を管理してきっちりそこでねものづくりをやることで、ね、いろんな心の平穏、ね、持てたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、あと持続可能な趣味、はい、作り終えても楽しめる、うん、もちろんね作ったらそれで終わりっていうものもね、まあそれは趣味ですからその人どういうような形でやってもいいんですけれども、まあ、作り終えた後にその単品で作ったものをジオラマ作品にしてみる、それからねディスプレイ方法を考えてみる、あと撮影してみる、ね、さらにそれに手を加えて回収してみる、でここにはねまだちょっと書いてないですけれども、例えばコレクションしてみる、ね、いろんな同じような種類のものをいろいろとこう並べてみる、まあ、いろんな楽しみ方ができるかなとは思いますね。ということで僕は、はい、模型を押しております、はい、でね、あと次が、はい、子どもの情操教育にも役立つプラモ作りというね題名で、まあ、これ子どもとは書いてますけれども、僕子どもだけではないとは思うんですよね。本当にいろんなことに触れてもらいたいなっていう思いがあって、先ほど途中でねちょっと話しましたけどね、じいちゃんが椅子を直す話しましたけど、はい、今の子供たちってものすごくスペックが高いと思います。うちのお店に来てくれてる子供たちもとにかくすごいです。多分ねもう今の若いのだったらってね言う方もいらっしゃるかもしれないけど、もう知識として持ってるものとか、あと判断力であったりっていうのはすごいですね。で子供たちのその高いスペックを持ってるんだけど生かしきれてない部分はやっぱり僕もねもう結構、うん、今今年で50なんでやっぱり自分の時代とは今の子供たちの環境っていうのは全然違うので感じる時はあるんですけれども、今の子供たちっていうのは本当にインターネットで検索すると答えに1秒もしないでたどり着くんですよね。わかります、これは何って言ったら答えはこれです、でインターネットは答えてくれる、そうやってものを調べてる。
だから僕らが、ね、10個昔の時代にね3個もしくは10個調べる時間で彼らは何百何千と調べられるわけです。でその知識が頭の中に入ってる、うん、ただねそこのところでちょっと問題になってくるのが問いがあって答えがあるんですよ彼今の子たちは。だからそこはつながってるんですけれども僕らもの調べるときってね、それこそ図書館に来て本を調べる、それから知ってる人に聞く、ね、それから自分で推測してってそっちの方向に行って聞いてみる、ね、いろんなことがありました。でそれってすごい遠回りしてるんですよね。で遠回りしてるときに見えてた風景って僕らの年代だとあるんですよ。それで答えにたどり着いてるから別なことがあったときにその行くまでの間に見えた風景からこの答えに近いんじゃないかっていう予測を立てることが僕らはできた。今の子たち一直線なのでそのね横のつながりをなかなかね作ることができない、応用ができない、うん、なのでそれを体験させてやることが今の大人がやってあげることじゃないかなっていうふうに思うんですよね。それっていうのはやっぱりね、過去の体験や選択の必要性、自分で選んでその答えにしたのか、機械が言ってくれてるからそれが答えだになっちゃってる、うん、自分で選んでそこの場所に行ったら多分それは忘れません。しかもそこの選んだ過程を覚えていればその別なこと似たようなことが来た時にいろんなことを思い出したりとかすると思うんですよ。だからできるだけ面倒くさい方法で子どもたちに調べてもらいたいなっていうふうには思いますね。でそれをやるにあたってやっぱりねものづくりであったりとかそれって、ね、ネットで調べてすぐ答え出るもんじゃないじゃないですか、ね、ネットで調べたら完成品がボーンって出てくるわけではない、まあ、完成品売ってはいますけどね、うん、自分で手を動かすことであここのところネットではこうつけれって書いてあったけど実際やってみたらこんなに大変だとかそういう経験でもいいと思うんですよ。それをやっぱりプラモデルとかそういうものを入り口としてやってもらえたら面白いんじゃないかな。でそのね面倒くさいっていうのが今の時代やっぱり、ね、さっきも言いましたけど24時間しか人間ない、ね、時間をいろんな人たちが、ね、そこにお金にしようとして使ってるわけですから、ね、携帯見てるのも時間だし、うん、それからなんだメールチェックしたりとか、まあ、本当にちょっとちょっとの時間をもうすごい企業が取り合ってるんですよね。でもその中でもう子どもたちにその面倒くさい選択をしてもらう、面倒くさいをやってもらう、実際に家でとかでも面倒くさい仕事を実際にやってもらうっていうのはすごい大切なことじゃないかなって思いますね。もう今例えば車の運転にしても面倒くさいがなくなってるじゃないですか。もう今多分この中でね、マニュアルでクラッチ踏んで車運転してる人ってそういないじゃないですか多分、はい、それからなんだね、もう何でも便利になりすぎてますよね今ね。僕もこれのねまあ、これも面倒くさいをちゃんとやりなさいって話なんですけどこのなんだ、今日投影してるのを作る時とかもザーって自分で頭の中で思い浮かんだものをバーッとこうマイクで録音したのを全部パソコンが文字起こししてくれてそれを箇条書きにしてくださいって言ったらダーッとこう出てきましたからねそんな簡単な時代になっちゃってる。基本これはね面倒くさい仕事もやっぱり一回はやった方がいいかなっていうふうに思いますね、はい、でさっきのね知識と成功体験の結びつきを深めるためのアプローチ、はい、でやっぱり失敗体験もそうだし成功体験もやっぱりねそれは体に残ると思うのであと自分はできなかったけど他の人ができたとか、うん、そういうふうになってくると非常に記憶に残ると思うんですよね。それによって判断基準っていうのも子どもたちは変わってくるのでそういうのを体験させてあげたいなっていうふうに思いますね。あとねチャレンジや失敗を通じて得られる貴重な体験ですね、経験これもね今言ったような形にはなるんですけれども ごめんなさいここはまだ早い、はい、でね僕なんでこんなことを言うかっていうとものづくりをしたことがない人たちが、ね、さっきのものを修理したりとかそういうのもないですしその、ね、パッと買い替えちゃうっていう話をしたじゃないですか。
っぱりそういう人たちがすごい増えてきてるから、今実は物を選ぶときってみんな価格でしか選んでないような感じがするんですよ。お店で商品を販売してても物がいいとか悪いとかじゃなくて価格である程度決めちゃう、まあ、高いものはいいんだろうぐらいな勢い。でもそれって本当のところ違って、自分がどっちがいいのかっていうのをちゃんと考えて物を選んでほしいっていうふうに思うんです。例えば今日知らなかったら選べないんですよ。今日それを知るために何をするかっていうのはやっぱりその、例えばね、100均で売ってるちょっとキリコっぽい、ね、流し込みのキャスト成形の、グラスと、それと本当の江戸キリコとか薩摩キリコとか触ってみたら多分誰でも分かります。すぐ分かる、はい、でも実物を知らないと多分選べない、うん、でも水を入れるだけだったらペットボトル切って、ね、水入れたってコップ代わりに使えるんですもん。でもそれはなんでその薩摩キリコ江戸キリコを持ちたいの、持った時のね指に当たる感覚だったり何だったりがすごい自分に合ってるとかね、例えば冷たい飲み物を飲む時にジョッキで飲みたいの、薄張りのグラスで飲みたいの、両方とも飲んでみないと分かんないじゃないですか。やっぱり経験してもらいたい、いろんなこと。それで僕がねお店の中でも結構嫌いなのは、お客さんとかでこう来て、いやこういうのこうこうこういうのって言われて、あ何でもいいからとかっていうお客さん、僕あんまり好きじゃないんですよ。うん、何でもいいってだって考えること選択することを放棄しちゃってる。模型作りっていろんなものを作るとき、ね、それからさっきの写真の話もそうですけども、写真の時もそうなんですけれども、少しでもほんの少しでもいいからどっちがいいのか、うん、これとこれを比べたらこっちの方がちょっとだけ好きだ、うん、これ、ね、この写真とこの写真はこっちが好きだ、これを組み立てるときにこういう作業とこういう作業があるけれども僕だったらこっちの方が多分いいものが出せる、全てが選択なんです。でその選択をやっぱりいろいろとね経験を重ねることで選べるようになっていく。だから初めはたくさんの選択はできないかもしれない、今日一つでもいいから選択してもらいたい、自分で選んで決めてほしい、うん、それによって自分自身が物選びをする感覚っていうのはどんどん高まっていきますし、それから物作りにしても何でもそう、相違を感じるっていうことです。違いを感じる、とにかく世の中に違いを感じてちゃんと自分で考えて一歩進んでやっていかないと、成功しても失敗してもそうです、とにかく自分で選んで進んでいかないと趣味もね楽しめないんですよ。だって自分で選んでやってなかったら自分の趣味じゃないみたいなもんじゃないですか。時間使うだけで時間使ってやっぱり選んで自分でやって最終的にこうできました、今回はこういう風な選択をしてこうだったから、次回はこういう選択をしてこうやったらもっと面白いものができるんじゃないかとかね、そういうようなことを考えるのが趣味の楽しさ、それを結構その身近に体験できるのがプラモデルなんじゃないかなっていう風に僕は考えてますね。はいちょっとねなんか一生懸命喋って伝わるかなと思いながら、こう僕は本当にそのね写真でありプラモデルであり選択して選んで、それが子供たちにそれをすごい体験させてあげたいなというふうにね思いますね。うん、だから僕はすごいいい環境で育ったんだなって思いますよ。うん、僕は親父のことものすごい尊敬してますし、じいさんも大好きだし、そうそう、うん、なのでね本当にそのものづくりってで、それでものづくりでちゃんとお金を払えるようになると、さっきも言ったけど100均のキリコと、ね、薩摩キリコ江戸キリコって全然値段が違うじゃないですか。今日それがちゃんと自分がこれが欲しいっていう風になって、それを購入するためにお金が払えるようになると、その薩摩キリコ江戸キリコを作ってる職人さんにもちゃんとお金が渡るわけですよ。はい、そうすると技術っていうのがなくなることなく続いていく、誰かがそれを選んでくれるために一生懸命職人さんが作ってる、そこに対して喜んでやっぱりお金をねありがとうって言ってお金を払ってあげたいなっていうふうに僕は思います。もちろん際限なく僕がお金を持ってるわけではないので、自分の中で選別して自分の中で好きなものにお金をかけていきたい
ていうふうに思いますね。そうじゃないとどんどん今日本ってロストテクノロジーもできなくなっていることがものすごい多いので、自分がね好きだと思うものにはね、皆さんもねやっぱりお金を払ってやってもらいたいなっていうね、その選択とかをねこういろいろと、ね、本当図書館さんの本なんてすごいじゃないですかね、たくさん読めば読むだけいろんな選択肢がそこの中に出てきて、それをね自分の中の物差しとしてね、他のもの実際にそれに触れてみたりとかね、いろんな知識っていうのはそういうものだと僕思うので、はい、それで貯めていけば面白いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、ということで僕の方はその今のね模型に関しては、選択して自分で選んでいいものをちゃんと手に、いいものっていうかその物選びの楽しさをね自分の中に入れながら、いろんなことをやってもらいたいなっていうふうに、選んで作って楽しんで、自分で選んだものだったらもっともっと楽しめるっていうものを紹介させていただきました。でね、次がね北大通りへの思いを語ってくださいというふうに、はい、お題が出ておりまして、はい、北大通りへの思い、そうですね、本当に僕は北大通りに実は住んではいないんです、今も、はい、今も一番最初に お店があった南大通りに住んでおります。はい、それこそねひいじいちゃんが移住してきた場所ですね、そこのと昔の政子町に住んでるんですけれども、まあ、北大通りはね、まあ、商売をやりに出てきた、今日商売をやるっていうのはね、まあ、僕も商売人ですからそれなりの覚悟があって出てきたと思います、そのじいさんがね、それこそあんな大きい、なんだ、ね、染め物屋があったところをね全部ねちっちゃくして、それで駅前にね長屋に入る、それだけの多分価格差があったんじゃないかな当時。いろんなことをね配達でやってて、車を入れたりとかなんとかやっててね、やっぱりじいさんがその覚悟を持って駅前に出てきた、その覚悟をねうちの親父が継いでね、まあ釧路デパート店だったりとかいろいろやりましたけれども、まあ本当にね皆さんに愛されながらね、こう僕が継いでからもねずっともうやっぱり三宅模型っていう看板はものすごい大きいですよ、いや駅前の三宅さんってよく言われます。はい、それはやっぱり僕は守っていかなきゃいけないものだ、それからやっぱり釧路の駅前っていうのはどういう場所でなきゃいけない、いけないっていうことはないんだよな、その時代時代に合わせて変わっていくものだと僕はね認識はしてますけれども、はい、けれどもね、これから今駅効果がどういうふうになるかっていう話も出てきてます。はい、もうどういうふうに、どういうふうにっていうかね、実際まあその辺はね、市民の意見とかも聞きながら今、ね、役所さんが動いてくれてるので、まあ、自分も意見が言える場所では意見を言っていこうかなというふうには思ってはいますけれども、今ね空き店舗も非常に目立つ、ね、丸と北村さんの解体が決まったりとかね、北大通り今ありましたけれども、はい、でもね、時代に合わせて変わっていかなきゃいけない。で僕のお店も時代に合わせて変わってるつもりです。プラモデルっていう商材こそ変わってないけれども、ね、いろんなことをやりながら今時代に沿って、はい、三宅模型っていう、ただ変わり続けてっても僕はね駅前でやりたい、今日これから大雪って言いますけれども、俺多分、僕夜中とかに除雪しに来ます。北大通りってまあこれはなんての思い、ごめんなさいね、ここのとこね実はまとめてないので、これから先箇条書きなくて僕これで喋ろうと思って来たんですけれども、僕の中でやっぱり北大通りって小さい時からね親父が戦ってる戦場なんですよね。でここで僕も戦いたい、ここでちゃんとやりたい、三宅模型が釧路にありたい、釧路のね看板である北大通りを、やっぱりね俺北大通りで商売やってんだぜっていうふうに胸張って言いたい、そのために北大通りも良くなってほしいし、それで一生懸命今やってますね、そんな思いかな、
ね、里上店さんとかもねすごい頑張ってらっしゃる。図書館もね北大通りに出てきてくれた、うん、いろんなピースが、ね、それをつなげて、ね、いろいろやってくれようと思って今図書館さんにもすごい感謝ですし、うん、まだまだねつながってってもっと人を呼びたいとかあのショッピングモールなんて言うんだろうな今買い方も何も全て変わってきてるとは思うんです。ただ北大通りに行ったらあれがあるよっていうそういうなんか愛される街にしたい。とにかく、うん、売り上げを上げたいとか人でごった返した状態にしたいとかそういうものではなくて釧路の玄関口として恥ずかしくない愛される通りにしたい自分はですね。はい、なのでね僕も、まあ、今駅の高架化の話をちょっとね出ちゃいましたけど、まあ、これはさまざまな意見が皆さんあるとは思うんですけれども僕はとりあえず冬の湿原をね高架になっても大丈夫ってそれだけ聞きたいあれはね釧路僕はもうね大好きなので、はいね、すごいですよね。全国にもう何箇所かしかね SL 走ってるところなんてないんですからそんなに。それをね JR さんが本気で何年か前にねものすごいお金かけて直してそれでも、ね、守って釧路地域で走らせてくれてるっていうのはねすごく嬉しいことなので僕は、うん、駅が変わっても絶対この辺でね単調と、うん、単調を見ながら走る SL は見たいよねっていうふうには言っていきたいかなっていうふうに思ってますね。はい、まあこんな感じで、僕のね話をさせていただいたんですけれども、まあ、皆さんなんか質問とかありますか？質疑応答じゃないですけど、はい、なんかちょっとありましたら、ね、どこまで喋れたのかなと思いながらのあれなんですけれども、はい、はい、お願いします。はい、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 そうです。はい、手先のことって、はい、昔から得意だったんですか、それとも、はい、ついてからすごく努力したというか、はい、はい、ですね、僕は、まあ、もちろん幼少期はプラモデルをある程度作ってました。模型屋の息子ですからね、はい、ただ、未だにですけど家族からは僕は不器用って言われますものすごい不器用です。器用じゃないと模型が作れないっていうのは嘘ですこれはね正直ある程度訓練なところはあります。ただ誰よりも先ほどちょっと途中で話したかもしれないですけど模型屋の店主である以上誰よりも模型と向き合っていたいっていうのが自分の思いなのでカメラやってた時もそうだったんですよ。例えばカメラやって写真をやっててで写真屋さんの販売にのお手伝いしたりとか販売員になった時期もあったんですがその時に実際その店舗にいる人の中ではカメラ触ったことない人がカメラ売ってたりするんですよ。それってお客さんに対してすごい失礼じゃないかって自分で思うところがあってで自分が模型屋の店員をやるんだったら模型と一番向き合わなきゃいけないと思って一生懸命模型はやりました。はい、ただ手先が器用不器用っていうのはなんて言うんだろうな手が動かないっていうのはね、それはもういろんなことがあってやっぱりこう頑張ってやってったりとかリハビリをしたりとかあと自分の手の感覚っていうのがすごく細かく動く人もいるだろうけれども細かく動かなくても自分の手ってこういう形だっていうのでそれで作っていけるっていう状態に多分なると思います、はい、なので手先が器用じゃないとっていうことはないだから、うん、やればできると思います。誰でも不器用な人でもチャレンジできるチャレンジできます、はい、不器用な人は不器用な人なりに作れますなりにっていうか基本それを突き詰めてったら多分結構、うん、結構すごいもの作れると思います、うん、なのでねそれは、うん、思いますね。はい、あと何かありましたら、あ、はい、お願いします。はい。はい、はい、なんかやばいこと言いましたか、僕。大丈夫ですか。はい。はい。いろんな歴史とかを調べながら、はい。はい。はい。例えば、まあ、ガンダムだったこと、はい。はい。
はいはい、なんかこれも多分調べて作られてる、はい、なんかバイクとか、はい、なんか興味の範囲って面白い作品から始まって、あ、これ面白いな、模型でも作りたいな、はい、あのなんか着手されるとか、はい、なんか逆にもう見た目とかから入ってって、あ、こんな歴史があったのか。そうですね、僕が作るときは結構まあいろんなタイプがあるとは思うんですけど、意外と僕見た目とかから飛び込んじゃいます。で、調べてみて面白いなって思ったりしますよね。あ、僕自身はもともとはやっぱり僕もガンダムの世代なんで、ちっちゃい時はガンプラしか作ってないんですよ。で、30になって戻ってきてから、いろんな模型、いろんなジャンルがあるんだなってそこで知って、じゃあとりあえず片っ端から作ってみるかっていう形になるじゃないですか。で、その模型にね、あのいろんなテクニックがあって、お客さんから聞いた、こんなテクニックがある、え、そうなんだ、そのテクニックを生かすためにこれを作ってみようみたいなのがあったりとか、で、例えば戦車の模型を作るっていう風になった時に、もちろんこういう表現をこういうテクニックでやってみたいっていうのもあるんですけれども、その車両自体が例えば何年ぐらいに作られたんだろう、どこら辺で運用されたものなんだろうね、その時ってどういう状況だったんだろう、気候はどうなんだろう、地域はどうなんだろう、ね、その、歴史的な流れの中でこの時ドイツ軍ってどれぐらい疲弊してたんだろうとか、そういうのとかもいろいろ考えて作っていくと歴史にも詳しくなれる。で、それに例えば東部戦、1号戦車っていうドイツが結構最初の方に作った戦車、それが東部戦線ってところで使われてたっていう話で、その1号戦車っていうのも作ってみようって作ってみた。で、1号戦車ってなんで東部戦線行ってたんだろう、いや要するに東部戦線ってものすごい消耗が多くて、で、旧式のものとかも全部回されてた、だからそっちの方に行ってた。で、ね、レニングラードの方とか行くと、もうあのドロドロのぬかるみですっごい寒くて、で、行った時の写真とかを見るとプラモデルではついてるこうフェンダーっていうね、こうあのキャタピラのところをカバーするやつとかがこう前の方とか外れてるんですよ。なんで外れてるんだろう、ドロドロだから泥が詰まっちゃうんですよ、だから外して運用してたとか、へえそうなんだとか思いながらこう作ってみる、それだけで結構なんか楽しいですよねそんなこと、あとガンダムだって、いやガンダムの歴史ってまあ調べれば調べるほどね、調べる時期によって変わってたりとか、なんとか後付け設定でいろいろなってるんですけど、それでもその時にね、いやゲルググっていうやつを作りたい、今日はそれを作ってて、いやこのゲルググってね、テキサスコロニーで出てきたゲルググ、それとも後の方で出てきたゲルググ、テキサスコロニー行った時には一回宇宙ですでにやられて腕切られてるから、片腕だけ多分新しいパーツついてるよね、こっちだけちょっと新品っぽく塗って、こっちがボロボロに塗ろうかみたいな、そんなことを考えて作ったりとか、もう趣味ですから好きにやっていいんだけど、そういうのを調べてみるのも楽しいですね。それを生かしてもね、いや僕はこう思うからこう作るでも全然いいし、はい、そんな感じの作り方をしております。はい、はい、あとは何かありますでしょうか。あ、はい、お願いします。今日話を聞いて、はい、長くあの保険店やってらっしゃるのずっと知ってはいたんですけど、はい、カメラのお仕事をされてたことがあったっていうのを話してて、そうなんですよ、はい、で、僕あの模型すごい好きなんですけど、はい、作るんですけど、はい、撮影がなんか下手というか、はいはいはい、なんかコツとかあったらお聞きしたいなと思って、はい、そうですね、写真のお話をちょっとしますと、まず写真って、絵と違って絵ってね、キャンパスに描いていく足し算の芸術なんですよ。写真って引き算の芸術なんですよ。どこを見せたいかっていうのを決めて、それに対してあの目線が散りそうなもんだったりとか、そういうものをどんどん引いていく、映さないようにしていくっていう、うん、芸術だと僕は思うんですよね、うん。でその中で例えば、ね、あのアニメのキャラクターのポーズとかであったりとかだったら、まあ、それでやってみて、実際にその見せたいところはどこなのか、見せたくないわけじゃないけど、見せたいところはどこなのか、その見せるところを一番目立たせるものはどうなのかっていう、まずそういう部分の考察から入っていって、それから次は撮影っていうところ入りますよね。まずポーズが決まったら撮影、撮る角度が決まったら本当に実際撮影で、撮影の時にそれじゃあ今度は光の当て方とかでそれ
それをどういうふうに見せるかっていう、今度光を動かすところに入ってくると思うんですよ。でそういうのをやっぱこれもね、2枚とか3枚撮ってみて、どっちが自分が好きなのか、とにかく選ぶいろんなのを試してみて選ぶ、選んで自分が少しでも好きな方を選ぶ。で選んだ時に、あ、これ俺この写真とこの写真ってここを変えてこうやったからこの写真が好きなんだなって言ったら、次の時にそれを活かせばいい。たくさん撮れば写真も上手くなります。模型もたくさん作れば上手くなります。上手くなるっていうか、自分の好きなように作ることができるようになります。で少しでも前のよりも今回のよりも今のっていうふうに先に進んでいくことが、先に進むっていうかね、あの相違を少しでも出していくことが、やっぱり趣味としてすごく没頭して楽しくできることじゃないかなっていうふうに思います。はい、よろしいでしょうか。はいすいません、ありがとうございます。まあね、ちょっとね、皆さんからも質問もいただきね、すごい嬉しい感じでの、時間1時間過ごさせていただいたんですけれども、はい、まあちょっと時間も来ましたので、これで締めさせていただきたいと思います。今日はね、本当に皆さん寒い中ありがとうございます。はい、またね、機会がありましたら、ちょっと僕もね、まあ店頭の方にはいつでもいますので、何かありましたらいつでも遊びに来ていただければと思います。今日は本当ありがとうございました。本当ありがとうございました緊張しましたね